さあこんにちは。こんにちは。リフテンです。ハコさんです。はい。まあね、今回も多分あのラジオとラジオの間に組み込まれてるだろうけど。大阪です。大阪です。はい。しかも泊まってる場所がユニバーサルタワー。ユニバーサルタワー。そう。もうそこがもうユニバーサルスタジオでね。ユニバでね。ユニバーサルスタジオじゃんだから。大阪に来てます。どこ？え、何が？どうぞそこ。コンビニで買い物に。まあ、行くついでに撮りたかったんだよね、はい、うん、雨降ってます。うん、傘を持ってくるの忘れたから、うん、明日晴れてたらいいな。あ、明日ねバリバリ晴れてる。バリ晴れ、バリ晴れらしい。あれいいや、うん、まあちょっとねこれあの一応2日目、まあ明日帰るんだけども、うん、帰る前にね、そう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 ユニバに、そう最終日に寄って、そうそうそう、あ間違えた間違えた、ユニバ、ユニバによって、ってそうそうそう、夜って言い方ね、遊びに行くんじゃない、うん、まあさすがにちょっと今日大阪城も行ったからね。そうね、思いのほか距離が遠くてね、うん、びっくりした、ちょっと大変だったな、うん、まあ、これ1月の今14日ですかね、うん、に大阪にいます。さあ大阪にいるのに今から行く場所はね、はい、ローソン、ローソンです。アイス買いに来ました。買い物終了、はい、食おうぜ歩きながら雨の中。こちら買いました、大阪の、ローソンで、で唐揚げくんすだち福島、徳島じゃない、徳島行かれてるね、大丈夫、ありがとうございます。あ、出来たった、うまっ、すげーすだち、ほんといい、あ、うん、すげーすだちだな。今回正直取ってんのは急なんだよね、うん、適当に撮ってるって言った方が新しいんだけど、まあ大阪に行ってますということと、はい、あのどうだろうな、先に流すかなこれ。一応今回メンバーにねお土産を、そうだね、大阪旅行、まあ、詳しい話はね、うん、帰ってまた喋ると思うんで。ユニバーサルタワーに着きました。ピコピコ言ってるわ。さあということで、はい、本編に行きますかね。ということで TLG ラジオ何回目かな、始まります、スタート。さあこんにちは。はい、私です。私です、私です、私でした。終了、終わっちゃったよラジオ。さあということで TLG ラジオやっていきましょう。はい、何回目、80何回目だろう、100回目、とうとうね100回来ました。違うな90回目もやってないの飛んだね、飛んだよ。いや我々は未来から来たのかな、うん、8か、おく88回目、はい、近いですね。さあ大阪から帰る、おかえり。お土産は一応買ってくるっていう約束はね、最初ね、お土産いいだろうと思ってたんだけど、いや、お土産買ってかなきゃダメだろうと思って、結局買ってきたの。結局買ってきた。そうそう。で、一応ね、俺らがね、行ったのはね、うん、あの、ユニバーサルタワーっていうところでね、もうユニバーサルが経営してるホテルで、ね、びっくりしたんだけど、4つ星ホテルだったのね。ね、びっくりしたよね。もうさ、すごかったね。すごかった。内装が。で、超綺麗じゃん。まあ、いいところでね。いいところ。で、ちょうど裏には、ユニバーサル、シティウォーク。っていう、まあ、いわゆるいろんなご飯があったりお土産屋さんがあるところで、一応お土産を買ってきた。でじいさんは今日来てないから、じいさんの分はじいさんが来た時に渡すということでね。あの人今海の上だから、ね、普通にお土産なんだけど、まだストラップ欲しいっつってたじゃん。まあね、なんかつけたいねっていうのは、グリコのストラップを買ってあのさ、ほんと使えねえな、ほんとに使えない、グリコのストラップ大阪といったらやっぱグリコだからね。いやね、ほんと一つ言うけどさ、もうあ、だからつかないんだってさ、そうそうそう、つかないの分かっててスリッストラップでいいだろうってストラップにしてたおー、つかねえんだ iPhone、 残念だったね。ごめんね、どこつけようかこれ、まあ無理やり携帯穴開けてさ、ここにさ、ここに穴開けてさ、そうそう、それが一番いいんじゃないかな。実際普通のやつとかはそこに穴開いてるから、まあ、実際言うけど、じゃあこれつけるかっつったら多分俺つけない。そうそう。でね、あのネルさんはね、靴下、いや本当に意味が分からない、大阪臭
さないわって。いや大きさ分かんなくて24から26にした。まあ入るよ。くさないわ。エルフォンでも26か25でしょ。靴下は使うでしょ。くさないわ。くさないわ。くさないわ。で一番じいさんが実用的なコップ。あのカービィです。カービィ。あの言っていい。多分ね実用的だもん。こっちも実用的じゃ実用的。そう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 。でもねくさないわって書いてあるんだよね。そう。入ってるか分かんない。あれあの格差がさ。格差。お邪魔します。靴脱いでくさないわって。でもね、ストラップでね、一番良かったのね、多分これだよ。そうだよ。あと、キティちゃんとかだよ。キティちゃんとかだったんだよね。だから、バリエーション。キティちゃん、あと足の、あれなんだっけ、あれ。あれでしょ、なんか、銅像でしょ。そう、足の裏を出して、足の裏触ると、みたいな。これあの、ジェイさんのコップに関しては、あの今度ね、あのユニバーが、あの任天堂とコラボして。あってやつで、多分任天堂のとこにやっぱカービィフロアとかもエリアとかもできて、ゼルダのエリアもできるっつうから、それで、それは楽しみでしょ。そうそうそう。で、じいさんが一番分かんなかったのよ。何ミキはストラップっつってつけらんないわ、でもストラップって言ってたから、いいだろもうそれでっつってそれにして、でネルさんはなんか面白いのがいいなと思ってね、クサってのもあったんだけど、クサないわの方がいいなと思って靴下にして、じいさんだけ分かんなくて、もうこれでいいだろっつってカービィね。大阪ではない。大阪ではない。唯一ただの任天堂。ということでした。はい。素晴らしいね。でね、そこでふざけてね、あの近くにカードみたいなのがあったのよ、うん。カードっていうかなんかステッカー。はいはいはい。100円玉入れてこう押して引っ張るとステッカー出てくるやつがあるんだけど、ね、それを15枚。1回100円で1500円もやってた。何してんのこれ。やりすぎだよ。楽しくて。あ、でもあれだから。やべ、いっぱい出てくる。いっぱい出てくるっつって。交互にやったから。そうそうそう。でこれがまあ被って。これ被んなかったやつ。これマックスじゃ全部あるわけじゃないでしょ。3枚足りない。3枚足りない。そう。は?3 枚足んなかったんだけど。まあ、さあ、あの、まあ、一応これなんだってやってみたらいいんじゃない。そうそうそう。で、一応これ、サイコスリラーのジャンルのやつで、はいはい、まあ、いわゆる、有名な、殺人鬼系のような。サイコパス診断的な。そう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 。じゃあ、やつなんですけど、じゃあ、一つ目。うん。一つ目のやつ。ヒント出しつつだね。あ、見せないでヒント出しつつね。そうそうそう。俺当て勘にしてみる。当て勘まず1回目。当て勘。まずヒントなしバージョン。ナンバーワン。何だと思う？何だと思う？これ。サイコです。いや見てもわかんないんだけどさ。ノーカブリ。ノーカブリ。ノーカブリちゃん。なんかなんでしょう。ノーカブリちゃんわかんない。なんか適当に自分が知ってるまあね。うん。有名な映画の全部映画のやつだから。映画のそうそうそうホラー映画の、ね、そうそうそう有名、ね、超有名じゃあジェイソンにしとこうジェイソン全部有名だねえイットイットあー違うあーねあれねまずねホラー映画ねあの題名がほぼ出てこないんで俺の場合ヒント的には次はデカめに言うとデッドバイに出てるデッドバイデイライトのキラーとして出てるフレディレディマイケル正解はマイケルフレッシュマイケルなんかちょっとマイケルのマイケルなんだけどさ、ね、マイケルだけねなんかおかしいんだよねなんかねキショイキショイそうマイケルだけちょっとキショイんだキショイとか読むなこれわかんないなこれわかんないやつはいいや、うん、これわかる絶対当たんないマイケルこれペイデイマイケルなんだよペイデイ盗んでるからわかるなんか人形のやつであのチャッキーとかじゃないんだけど強盗の人形みたいな感じやっぱペイデイじゃんペイデイにしたらちっちゃいなちっちゃいねであの次はちっちゃいペイデイこれもちょっと分からないだろうからこれねこいつ見たことあると思うマダムスミス、うん、違う気が違うするなんか博士のやつあのなんだっけな有名なやつアバウティ次はいあこれも有名なやつこれ全員知ってる。さあ、まず何でしょう。もうここからヒントでいいんじゃない。でか、あなたも答えてもいいんじゃない。わかんないじゃん。もうナンバー覚えてる。順番わかってる。うん、だって上から1番ずつ並んでるから。じゃあダメだ。首だ。帰れ。じゃあ2人とも。だって俺が並べたんだ。元は何？ホラーね。ホラーのやつでしょ。ホラーの、まあ、殺人鬼系よ。ヒントいいんじゃない。ヒントからいく？ヒントからいってもいい。ホットペッパービューティー。ホットペッパー正解。なわけあるか。ホットペッパー使ったでしょと。懐かしいな。使ってないよ。口チャプズル。使いました。
町外れの家にいる一家の話で、そこに立ち寄って全滅させられるような。レザーフェイス。お、正解。おいいね。お、映画の内容が、そう、テキサスチェーンソーっていう映画のやつで、いた、レザーフェイス。これもデッドバイに。これかっこいいんだよ。いいね、レザーフェイスはまあなんとなくわかる。早押しになった、ね、なんとなくわかる。あ、いいね。俺のヒント全部映画の内容になっちゃうから、すごい答えなんだよね。でも俺はそれ知らないから、ね。また武器でいいんじゃない？武器。武器？使う武器で。すげえわかるけど。武器はあ、じゃあ最初武器ね。ヒント1武器、映画で使われてたやつで言うと拳銃、もうピストルだけかな。あとしかもそのシリーズがあっての最新の方を今言ってる。拳銃使った。お手上げ侍。わかりません。お手上げ侍っていうキラーかと思った。お手上げ、お手上げっつって。お手上げ、お手上げ。手上げる人には襲わないんでしょ。よかろう、お前は見逃す。優しい。ね、結構シリーズが多いんだけど、演技してる人が違う。もう5、6人ぐらいがその殺人鬼っていうか、まあ、その有名なね人物をやってる。評価正解。おお、よう当てたね。見せないんだ。いや、そこだ。なし。ちょっと古めの方の、なんかね、他の人が演じてるって分かった。ダークナイトホラーじゃねえやん。ホラーでホラー一応ね。これはね、一応、あ、ホラー、うん、サイコホラーだから、サイコの方だ。ちょっとぐちゃぐちゃになっちゃった。ちょっとまとめて、ね、大丈夫なのこれ。はい、次。はい、これはもうザ有名、ザ有名で、これヒントで、これだってもうね、もうこの人が一番有名なやつ。うん、この人が一番有名だ、うん、って思うもん。一回言ってみ。ジェイソン。正解。はい。見せないんだ。見せろよ。ジェイソン。これかっこいいね、ジェイソン。はい。お。次はね、この前リメイクされたばっかのやつ。リメイクじゃない。あの続編が出たばっか。続編。そう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 。続編が出たやつ。まあ、つってもお母さんと俺とハコさんの3人で見に行ったんだけど、いや面白かったね。面白かった。一応続編になった時のタイトルは別のタイトルになってたやつ。隙間からすごいか。そう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 。名前が出てこないの。もう正解。名前が出たんだっけあれ。なんだっけあれ。こいつね。ヘイジェリー。そう。ドクタースリープ。そうそうそう。リメイク版はリメイクじゃない。続編はドクタースリープで、あれなんだっけ。顔が特徴的すぎるんだよ。タイトルなんだっけ。なんだっけ。シャイニングじゃなくて。シャイニングだ。シャイニング。惜しい。こんだけ買った後に思ったんだけど、なんでこんなもん買ってもったんやと。知らねえよ。その時の君はどうしてたんだろうね。うちらテンション上がってた。ドン引きってやつ。終わった後の静けさですよ。そうそう。もう意味わかんねえと。最終的に全部揃わねえし。まあということでね、はい、大阪楽しかったです、ね、楽しかったです。よかったよかった。大阪城とか行ってみたいな。あ、城、うん、あの大阪城遠いんだね。大阪城に着いたのよ車で。で、うん、車到着して、あのそのまま大阪城まで歩くんだけど、うん、歩くんだけど大阪城までがすごい長いのよ。駐車場からだいぶ歩いた上がった上にどんどん上がってって、あ疲れたなと思った頃にはもうヘトヘトよ。で、あ、大阪城見えた。そこでたこ焼きとか食って、よし帰ろうって入らないで帰って。疲れた。なんか疲れた。あとね、大阪城じゃなくて姫路城行ったんじゃないっけ。姫路城可能性はあるよ。入るのにお金がかかるんだってね。バーって戻って、まあにしてもね、いいところでしたよ。お好み焼きとかね、たこ焼きも食ったんだけど。結構あんま好きじゃないんだよ。そう、こんなものとかあんまね、そんな食わないからってたもんね。むちゃくちゃうまかった。やっぱ本場知恵。本場はレベルが違うね。たっかのお好み焼きのうまさ尋常じゃなかった。お好み焼きね、びっくりした。だってお好み焼き3枚となんか他のサイドメニューみたいなの2つ頼んで1万ちょっとかかったんだよ。うん、もうぼったくりって思いながらさ、まあ、ただ美味しかったんだけどね。ステーキ食ったからね。ステーキも食ったよね。味よ、味本当美味しかった。値段で味を買ったってことだよ。量じゃなくて。冗談じゃないね。
そんなことより量よこせってか。だってもうすごい暑かったんだよね、ただね。あとものすごい勢いでマヨネーズを上からビヤーってかけられて。いやみんな飛び散った。嘘つけ。あたたたたっつって。まあ、シャ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 。そういうのもあったりとかしてね、結構楽しい。本当うちの兄には感謝だよ。楽しく、美味しく。美味しく。いやね、飛行機で乗るとね、結構1時間ちょっとで着くっていうね。こんな近かったんだと思ってね。まあ飛行機はね、便利なもんだよ。レバスは大変だったな。ほぼ寝てたよ、飛行機。飛行機はもう、もう本当一番最初の飛行機はもう2人ともバックス。うん、息は。息は爆睡。もう隣、あ、一応ね、うちの兄、めっ子、母さんの3人で奥の方に座って、俺ら2人だけで別のところに座った。うん、まあ、隣の女性がね、綺麗な方でね。ほら。綺麗な方だったんだけど、うん、寝ちゃったよね。見とれる暇もなく。お眠かったね、朝早かったから。あ、リプテン寝て、で、俺も寝るじゃない。俺起きて、俺寝て、リプテン起きて、リプテンで俺寝起きて、俺寝てみたいな、こう、あの、見たら絶対寝てんの、出るの、起きるの、寝てんのっていう。一応俺の隣だったのよ、その女の人。うん、邪魔しちゃいけないなと思って、箱さん寄りに寄って、そうだね、思いっきり寝て、邪魔だけはしないでおこうと思ってね。まあ、よそ様だからね。よそ様、邪魔はできないじゃない、ね。やっぱ飛行機って大切な時間帯だから、まあ、ただただね、もう一回めちゃくちゃ寄られたからびっくりしたんだよ。あ、そうなの、うん。近いと思ってドキドキした。ドキドキした。ああ、いいっすね。寝方にパーンって乗った瞬間にバーンって頭がすごい勢いでバーンって戻ってバーンって寝てた。寝るじゃんと思って寝相は寝相悪いなこの人と思いながら。面白いね。でまあ無事に朝がつきまして、つきまして、寒かった。寒かった。寒かったね。でもね、寒かったね。俺もう足が大変だったよ。あのねえ、家帰ってきて見たでしょ、俺の下半身。下半身ね。下半身もうなんか爆竹で爆発されたんじゃないかってぐらい、ケツが荒れてるよ。ケツも足ももうボロボロ。あるね。クリームを思いっきり塗ってね、ベビーパウダーをかけて、保湿して、保湿して。ホテルにね、まあ、着きましてですね、うん、まあみんな疲れてたんだろうね。俺寝言言ってたんでしょ、また。言ってたね。なんて言ってた？ああ、消しちゃったな。俺が覚えてる。いいね。ここなんて言ってたっけな。なんか英語言ってたの。いいね。イエス。なんかね、気持ちよかったんだろうね。いや、どこの大優だお前。確かにね。いいね。イエスって言ってね。イエスって言ってた可能性は。ちょっと汚い例えをしてしまった。夜中の2時ぐらいかな。ジャストタイムじゃねえか。でもね、結構ね、俺もちょこちょこ起きて聞こえてたのよ。あのうちの兄と母さんの2人とも一緒だったの。うん、あのもう中々うめき声。うん、疲れてんだよね。そう、疲れてて、もうみんな、って言って、だって、打ってたから。珍しく、だって、リプテンもいびきかいてたからね。がっつり。ぐーびっくりした。もうそんないびきかいてたら、俺は病院にぶち込む。精神病院だ。逆にね、やっぱね、うちの兄はそんなに指かかなかったけど、やっぱちょっと寝言は、寝言、うめき声だね。みたいな。みんな疲れてたんだね。でも俺それの倍、俺は大変なことになるね。おぉ、イエス。あ、いいね。あ、イエス。あ、いいよ、いいよ。そう、この話があるんだったらな、俺の目も消さなきゃよかったな。言うでしょ。で、あとまあ朝起きたら、もちろんもとビュッフェ。ビュッフェね。ビュッフェ行かせていただきました。バイキングだったんだけどね、ビュッフェ。やっぱね、なんかね。ありました。あった、はい。そういうことか。ウェイ。面白いつって寝た。何なのこいつ。何が面白かったんだろう。ウェイだったわ。イエスじゃなかった。パリピかな。ただね、ただ言うけど、俺今回のその大阪の時の夢、うん、何一つ覚えてないの。お、俺も覚えてないわ。夢は全然見てないのよ。現実世界が楽しすぎて、楽しすぎて、だからもう多分行った時にウェイって流れ、多分ね、プロレスラーになってたんだと、大阪楽しんでたんだと思う。楽しんでたね、それは。でまあビュッフェ、ビュッフェ、まあビュッフェもいいところでね。うん。まあ
揚げ物はまあしゃびしゃびだったけど、まあ仕方ないね、時間経っちゃうね。でもただね、あの久々に朝ごはん納豆食ったのよ、うん、納豆って美味しいね。まあ、納豆美味しかった、納豆良かったね。ほぼ一人一個ぐらい食ってたよね。食ってた食ってた。で、まあいいね、あとはベーコン、ベーコン卵、あとはきしめんとかもあったりとかして、ウインナーね。ああいいね。あとはね、パン系とかもあってね。ああはいはいはい、やっぱりいろんな人が来るからね。美味しかった本当に。でも外国人の人ってパン食う率多いね。パン食う率多くて必ずオレンジジュースだったぜ。うん、そうだね、一家全員オレンジジュースだったね。俺だってもう2つともウーロン茶にして持ってって2人で1人でバッと飲んでたね。こういったこういったら俺は2個持ちで、俺は案の定何だと思う、カルピスソーダ、あーじゃあメロンソーダ、メロンソーダだね。そっちか。まあでもね、あとまあカレーとかもあって、なんだっけ、豆乳カレーとかあったっけ。豆乳カレーとホテルのカレーってのがあって、豆乳カレー食ったんだけど、デルさん豆乳カレー超美味しかったよ。めっちゃ美味しかった。あのね、そんな顔する、あのね、顔面スタンプにしてるすげえいい顔してるから。トロトロ系じゃなくてシャバシャバ系で、あースープ的な、もう具が全部溶けてるシャバシャバ系の。そうそう、美味しかったね。あのご飯に全部ね、うん、一粒一粒に絡まる感じで、ちょっと味は濃いめ、うん、ちょっとね、あの奥の方からね、豆乳がね、はいってこう出てくる感じのカレー。みんな無視されるタイプ。そう、はいはで、帰ってくんだ、かわいそうで、あとまあミキはあんま興味ないけど、まあ、梅もあったんだよ。カツオ節の梅があったんだけど、興味ないな。 あまりにもね、酸っぱかった。あのね、ただただね、酸っぱいやつだったんだよ。美味しかったでしょ。美味しかったよ。いかつい酸っぱさはあったけど、多分ね、そういうタイプの味を俺は一番最初に食ったもんだから梅がダメになったんだよ。だって男梅みたいな厚みだったの。食え男梅で、あとはもうチーズ、あ、ね、チョコフォンデュ、チョコフォンデュ、ね、マシュマロを取ってプチッてかけてクチッて食うやつ。音来たね、うまいな今の音。みんな多分気づいてないだろうけど、あの大阪旅行でね、あのまあ俺エリテン、お母さん、めいっ子の4人、うん、1人1回ずつガチャガチャしたの、うんうん、それ玄関に飾ってある。ああ、はいはいはいあ、そうなの。で、そうそうそう、自由すぎる女神とか、そう、あ、リプテンが自由すぎる女神、ね、そういうのあったな。で、そのそのユニバーサルタワーのところに、うん、自体にガチャガチャがあったのよ、うん、で、いっぱいあるねっつってメイコと一緒に見ててね、じゃあこの中から1個だけ買ってあげるよ、何がいいっつって、これっつって、日本アマガエルだったそれっていう、分かったっつったら、それ300円もすんのよ、たっけ、ほんと、そう、なんだろうな、親指の第一関節ぐらいしかない日本アマガエルが300円だったのよ。ぺったんしてる日本、こんな、あの玄関にあるからね、あの見てみるといいけどね。それでいいのっつったの。お母さんが黒猫、黒猫だったね、あのちゃんと便器の猫てか、ちょっと開いてるやつとかね。あ、ちょっと開いてるよ。で、俺がね、最終的に当たったのがヤギなんだけど、合唱してるヤギ、しゃ、この口の方じゃなくて手の方、そう、手の方、濃いなこの人。ごめん、どれ、マネージャー、お面があれだったんだ。そう、ロラ連合のマネージャーやるわ。いや、まあ大阪旅行、いい旅行でした。はい、大阪ね、今度もし行くのであれば、マリオのね、そうだね、あるで、でもうちょいでし、もうちょいしたらね、モンハンのコラボなのよ。VR のやつつけて、なんか本当に動くっぽい。楽しみで動いて。みんなで大阪旅行行くっつったら行く？あ、俺大阪に行きたい理由は一つあるわ。そういう。何？ファーストがある。あ、ファースト？10だね。エアガンショップ。エアガンショップ。本店？大阪店がある確か。大阪店。確かね。行くって言ったら行く？ネルさんは。実際ネルさんって旅行ってどう思う？あんま乗り気じゃない。俺はそんなにだな、家でゲームしてたい。みんなでプレス持ってこうで、持ってって行こうよ。旅行行くか、ノーサイ使いますか。旅行、それ大阪とかに旅行行くか、キャンプ行くならどっち。キャンプだな。あ、やっぱそうだ、ね、まだキャンプか。あなただって昔、え、何、雑技団に入ってた、うん、キャンプいいね。キャンプ行きたいんだよね。あれ、ゆるちゃんの実写も面白かったよマジで。充実だった。ちゃんと出会ってた。出会ってた。
で今2話もあるから見よう。多分ゆるキャン好きな人が集まったんだよ。なんかね、あのファンの人も文句言う人も少ないらしい。納得してた、ね、実写化はそうでないと。そうそう、免許持ってるから旅行行くんだったら別に、ね、あ、いやこれ後ででいいや。もう一個撮る？じゃあラジオ急がな。別にあれだからやめよう。全く関係ない話だから。パン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 、まあ30分ちょうどいいじゃん。そうね。うん、さあということで、はい、今回ちょっとね、まあ、大阪帰ってきて早々いろいろちょっとお土産と行かれたものの紹介をしたくてね始めました。いやもう行かれてるよな。それが欲しかったんだろ。くそ。メガネにでもかけとけばいいよ。さあということで、今回1月のラジオは終了でございます。はい、次回から2月に、到達しますね。2月といえば何ですか？あれですか？鬼帰るほらってやつ。鬼帰るこの野郎ってやつ2月だっけ？改装。改装。改装？改装？大丈夫？内は外。あ、うちは外行っちゃった。違うね。鬼は外うち。え？ここ行くの？福は内でしょ。あ、いいね。あの、ツイッターだね。ツイッターだね。なんかザマスの人だよ。あ、ついでに言うとあの行ったよ。グリコのところ。行った。橋。なんだっけあそこの名前。道頓堀？道頓堀か。道頓堀。通天橋。通天橋ちゃう。ちゃうちゃうちゃう。通天閣か。ああ、本当にこんなのあるんだ。で終わった。誰が飛び込んでた川に。飛び込んでた中国人が30人ぐらい。さっきかよ。アホな。まあ、ということで今回はここで終了しておきます。2月からねコメント返しちょっとしていきたいと思いますんで、ういよろしくお願いいたします。お願いします。さあじゃあということで今回はこれ終了しましょうか。何かある？他に。お、ふり雑だね。何かある？なんか言いたいこと。言いたいこと、うん、2月だよこれ。追加2月テイルズ頑張ります。はい、ということでそうだ、テイルズ取らないと取るよこの後。え、ここですよ。あ、どうしよっか。しんどく。大阪行く前にやるって言ったよ。でもやっとかねえとな。両方とこね、まだきついところの手前なんだもんね。まあもう十分きついんだけど。さあ、まあね、頑張りましょう。じゃあということでこれで終わりましょう。はい、ということでリプテンとミキとハコさんとヤルでした。はい、さようなら。